悲しい時、辛い時、そんな時は同じ境遇の人と話したり寄り添ったりすることで気持ちが和らぎますよね。自分一人じゃない、そう思うことで心が軽くなります。その感情は人間だけにあるものでなく、動物たちも持ち合わせている感情なのです。南アフリカにある野生動物保護施設に一匹の猫がやってきました。ミーウィーという名前の猫は母親と離れ離れになってしまったようで、路上を一人でさまよっていたそうです。とても衰弱している様子のミーウィー、お腹が空いたでしょとスタッフはミーウィーに優しい言葉をかけながら懸命に治療に当たりました。治療のおかげか、しばらくするとミーウィーはすっかり元気になり、施設を歩き回るまでに回復したのです。そんなミーウィーが保護されてから数ヶ月後、生後2ヶ月のサイが保護施設にやってきました。ハンターによって母親を殺されてしまったサイ、アフリカでは娯楽目的のハンターや密猟者によって親を殺されてしまう動物が後を絶ちません。このサイも早くに母親を殺されてしまい、十分に愛情を感じることができなかったのでしょう。どこか悲しげな目をしているのが印象的でした。サイはナンディと名付けられ、施設での新しい生活をスタートしたのです。ある日、スタッフの一人であるジェイミーさんはナンディのお世話をするべく部屋へ向かっていました。するとその後をトコトコと歩いてくる影があります。ミーウィーです。スタッフのことを母親のように感じ、いつでもついてくるミーウィー。その日も散歩についていくつもりで後をついてきたのかもしれません。そしてミーウィーはナンディと出会ったのです。寂しそうな顔をしたナンディ、その表情に吸い寄せられるようにミーウィーはナンディの方へ向かっていきました。ナンディはミーウィーを受け入れるように顔を寄せ合い、挨拶をしたのです。何やらお話をしているような2匹。ジェイミーさんは心が通じているのかしらとその様子を見て思いました。母親からの愛情を十分に受けることができなかった2匹は自然と惹かれ合ったのかもしれません。それからというもの、2匹は毎日行動を共にするようになりました。時には一緒に追いかけっこをしたり散歩をしたり、その姿はまるで兄弟のよう。ミーウィーは自分の何倍もある大きな体のナンディを怖がることもなくじゃれ合って遊んでいます。心のどこかにある悲しみや寂しさを感じ通じ合った2匹、もう2匹がそんな思いを感じることはありません。君は一人じゃない、大丈夫という思いが2匹をかけがえのない存在にしたのです。これからも2匹は支え合って楽しく生活していくことでしょう。ご視聴いただきありがとうございました。評価とコメントをお待ちしています。